名前は？田中です。あ、田中君。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちなみにドリフトはどうですか？デッキは？時間か。0秒です。0秒ドリフトじゃあ全くやったこともない。なんか、今日は、ディーラー働いててドリフトする人で、上手な人の集団だっていう風に聞いてきたんだけど、ちょっと彼の場合は、別枠でドリフト時間0秒の人が1日でどこまで上手くなるか、まあ、とりあえずそうだな、正常円をと、サイド侵入、これちょっと教えてみましょうかね。じゃあなんとなく自分の中のイメージあるでしょ。イメージだけ。それやってみて、パイロンをぐるぐる回るってやつ、イメージで。わかりました。あれじゃない？それだそれだ、86あるあるじゃない。すっかり忘れてました。難しい。やばいな。久しぶりに俺この感覚になったな。横乗りの。やばいな。大丈夫、焦っちゃダメ。うん、今ね、なんか自分で手でさ、パパパパパってこうハンドル回そうとしたじゃん。あれじゃなくていいの。ちょっと変わってみましょう。お願いします。ちょっと先生に変わってみましょう。はい、はい、まあ基本的には、自分の右タイヤの横にパイロン、2メートルぐらい横にパイロンを置くようにして、1速に入れます。回転数は 4,5 線だけど、基本的には耳で感じる、4,5 線の回転っていうのはこれぐらいね、耳で感じながらクラッチをバンって離す、でタコメーターで回転数気にしてるとパイロンをちょっと見落としがちになっちゃうので、基本的にはパイロンを見続ける、はい、回転数は音で感じる、でクラッチをパンって離す、はい、離したらカウンターが勝手に当たってくれるのでハンドルが手を離す。でいい感じのところで手を握り直してコントロールしてやるっていうイメージ、はい、やってみましょう。わかりました。おはい、おお、なるほど。いやー、できるかな。一番難しいのは、パイロンを回るために、最初のこうカウンターを当てに行くタイミング、手を離すタイミングっていうのが難しい。ある程度車をひねってやらないと、うまくカウンターが当たらないので、最初にホイールスピンさせた時点でちょっと車をねじって後ろが滑り出したなと思ったらパッて離す、でイメージとしては小さい円を描くんじゃなくて、ちょっとまあこの範囲は決まってくるけど、大きな円をできるだけ描こうとすれば最初のカウンターは当たりやすい、じゃあもう描いてますよ。なるほど、なるほど。
はできてるよ。あんな一発でできる人いないよ。いやマジでマジで、うん、さっきのハンドル離す感じで勝手にカウンター当たって、うんうんうん、そう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 。で今ちょっと手が忙しかったでしょ、うん、パイロン回るために。なんで忙しいかって言ったら、アクセルが、ちょっと緩めたり、入れたりっての動作が激しいから、うん、手が忙しい。ちょっと変わってみよう。一定ぐらいです、ね、そう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 。俺がやると手が忙しくないから、はい、よく見てて、はい、うん、でしょ。これアクセル一定ってのもあるけど、この中でも強弱はつけてる。で次わざとアクセルをラフにしてみる。アクセルができてないと手が忙しい。うん、じゃあアクセルを程よく、そうそう程よく、後ろはでも滑らせ続けなきゃいけないから、うんうん、難しい。大丈夫、もっと大きい円をイメージしよう、うんうん、あのちょっと最初にハンドルを切りすぎ、ガツンって当たるまで切ってたらちょっと切りすぎ、そっから拳3つぐらい戻した位置から始めよう。OK、 ここで先生を交代します。もう一人の先生に、はい、よし、お願いします。じゃあお願いします。とりあえず、うん、とりあえずやってみてください。でちょっと僕それを見てます。はいはいはい、あのちょっと最初にハンドルを切りすぎ、ガツンって当たるまで切ってたらちょっと切りすぎ、ガツンって当たるまで切ってたらちょっと切りすぎ、はい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 、話になるんだけど、はい、最初あまり切り込みすぎると、うん、ケツが出た瞬間にいっぱい回さなきゃダメでしょ、うんうん、だからはあの最初に切り込む量は少し、量を少し少なくして、うん、ちょっと浅めに入ってみてください、はい、あの最初の切り込みをはこれぐらいかな、これぐらい、でそこからポンとアクセル、あのクラッチをつないであげて、はい、そう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 、すげえすげえ、オッケー。今なんかその何、さっきみたいにガーッとハンドル切ったり離して戻したりっていう感が少なかった、ね、うん、気はします。こんなすぐできられると逆に俺やることないんだけどどうしよう。じゃあ例えば左回りやってみると。あ、わかりました。あ、なんか左にしたら感覚が違うでしょ。あの全然違う。パイロンが離れるんで、まあ別に無理に近づかなくてもいいけど、うん、あ、全然滑ってない、はい、はい、あるあるです。右が左になるだけでね、パイロンが見えない。そうそうそう、あ、早い。ちょっとまだあのハンドル離すのが早いかな。まだもうちょっと削って切ってから。ハンドルが忙しくなってきたね、また。あれできない、嘘となった。でもクラッチなんか戻らないくならない、これ。クラッチなんかさっき乗ってた人も、ね、戻らなくなるよね。はい、ここで、オーナーのあの車がね、
クラッチがちょっと焼けすぎちゃってこのままじゃ帰れないかもしれないんで急遽鈴木先生の車に乗り換えてお借りします、はい、練習します、はい、まあ、この車いくらでもぶつけてもらっても大丈夫、はい、まあ、この車いくらでもぶつけてもらっても大丈夫じゃとりあえず新しく車変わったばっかなんで右回りからやってみましょう。全然違う、やる気な車でしょこれ。すげえ全然違う。クラッチはバンって離して、ね、はい、優しく離すと焼けちゃうから。わかりました、はい、全然うまいし。オッケー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 。あのね、うまい。すごい。あれ、いや車のおかげだと。車やりやすい。車すごいやりやすい。全然違う。じゃあこのままの勢いで左もやってみましょう。はい。うん、いや怖い。今アクセル戻しすぎたね。落ち着いて。ちょっと興奮しちゃって。すいません。やりやすい。やりやすそうだもんね、なんかね、うん、ハンドルの操作もアクセル、うん、スロコンでこんなに違うんかってぐらい、うんうんうん、じゃあまだもうちょっと時間あるんで次のステップ行ってみよう。はい、お願いします。行ってみましょう。止まってる状態とやることでしょうで、うん、動いてるかどうかだけど、ちょっと転がしといて、うん、いやいやハンダハンダハンダあのね、最初にもっとバーンってケツを出してやるね。やっぱクラッチがちょっと優しいかもしれない。あ、でも今の感覚、そうそうそう、今の感覚、うん、おー、できるじゃん、できるぞ。いいよ、はい、はい、いいよ。気持ちよくなってるねすげえ楽しいはい、ってことで、はい、できましたね。ありがとうございました。ねえ、いや、うまい。本当にうまい。うまい。なかなかいないタイプ。うん。ドリフト、時間これで1時間になったね。これで1時間ね。1時間にしてはうまい。ありがとうございます。もうだって、右は10分でできたし、左は30分でできたし。なかなか左が。うん、あとはこのコロコロしながら回るって、ね、ドリフトするってのもできたし。でもあれだよね、後半は車が乗りやすかったでしょやりやすかったよね。ちょっと、うん、卑怯なことを、うんうん、自分の車ではないんで、まあね、でもそんなことないよ。車をやりやすくするのは近道だからですよね。そうです、うん、あれ実はナックルとかも入ってる。ナックルって知ってる？あ、わかります。これも入ってたんですよ。あ、そのこれ説明ちょっとね、説明まあどうぞ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 いいですよ。忖度タイムみたいな。なんでやりやすいか。はい、うん。ナックルが素晴らしいからです。言っちゃったよ。クレイジークリアさんね。まあ、北陸方面では、ナックル作るショップとして有名で、うん、86のナックルもね、うん、自分でどんな風にしたらやりやすくなるのかっていうのね。自分がね。うん。自分が使いたいから作る。自分が気持ちよくなるための道具です。そうそうそう天下みたいなもんです。そう大丈夫ですね。
でも結果はね、初心者でも使いやすいっていうことになったので、うんうん、よかった、はい、まあお問い合わせはガレージクリアで概要欄に貼っておくんでね、聞いてください、うちからは売りません、聞いてください、そう直接あでもヤフオクとかでも出たりするしますんでね、まあ興味ある方はぜひぜひ、はい、でもそれがメインじゃないからいや、ここで企画の趣旨は、そう、初心者でもドリフト時間0時間0秒の人でも、先生2人かかればどれだけ上手くなるかやってみたんだけど、なんと定常円マスターできました、おめでとうございます、ありがとうございます、うん、本当にガチでゼロだもんね、ゼロです、朝練習しようと思って止められたもん、ダメ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 、ちょっと待ってください、練習しちゃダメだよって面白くなくなっちゃうから、本当に本当ゼロから、うん、ゼロからでここまでになります、ぜひ、まあドリフトやってみたいよ、興味あるよ、北陸地方でね興味あるよっていう人はオワラサーキットさんまで来てもらえればこういう場もありますし、支配人の熊代さんもね、全然協力的にやってくれますんでね、うん、ぜひ、あとガリクリナックル興味ある方概要欄概要欄から、うちでは売りませんあ、でもガレージクリアに来てもらったらなんかないですか、特典、うん、ステッカーぐらいだったらもう差し上げますんで、聞いていただければ、じゃあ一旦もらってまた帰って1時間後にまた来て初めて来たような顔してても大丈夫です、はい、石形でももう忘れるてな感じで、ぜひドリフト86でね、ドリフトやってみたいよっていう人、これぐらいできるようになりますんで、はい、また86BRZ 持ってて、俺もやってみたいよっていう人、YouTube 動画に出てもいいよって人タヌグッズチャンネルに出てもいいよって、ちょできるから各地でね先生を見つけて、その先生と一緒に、やってみようっていうね、そういう企画もね、今ここで思いついたんでやってみたいと思います、ぜひぜひ、概要欄の、メールアドからね、応募してみてください、はい、じゃあそんな感じで今日は一日ありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい、またじゃあまたの機会で時刻は間もなく2時になろうというところです2日で3000キロ走ることができるイエスかノーか、イエス、ファイナルアンサー、ファイナルアンサー、オッケー、今から迎えに行きます、あ今から迎えに行きます